はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回はカメラ雑談でございます。今回取り上げるというか紹介するのはこちらです。ライカの Q2 です。確かこのライカの Q2 はまだ紹介してなかったなというふうに思って、今回、初登場させていただきたいと思います。これ最近ずっと、まあ、相棒というかも持ち歩いて、これで撮影しているわけですけれども、もうねこのカメラになると、スペックでは語れないね、もうものが多いと思っています。もうねこれ最強コンデジということで、まあスペックもなかなかすごいんですけれども、やっぱりねこの気持ち的なもの、写真を撮る楽しさ、高揚感っていうところのプライスレス的な、ところがやっぱり魅力に惹かれてまして、本当にバリバリ撮るんであれば、まあ、ソニーの機種を選ぶんでしょうけど、このライカの Q2、 これはねなかなか技術的に進化した現代においてのある意味ミニマムな回なのかなっていうふうに感じております。スペック的にはフルサイズです。このライカ Q2 はフルサイズのセンサーを搭載しています。どうもパナソニックの S1H と同じセンサーじゃないかというふうに噂はされておりますけれども、画素数がすごいです。有効画素4730万画素のフルサイズセンサーを搭載しています。そしてこのレンズフード、このねもう緩んできちゃってるんですけれども、これ社外品を別途購入したので紹介したいと思いますが、これ緩んできてます。皆さんのこのフードも緩んでますかね。これだいぶ使っているうちに緩んできて、落ちてくるので、ちょっともう置いておこうと思います。最初についてたレンズフードです。レンズキャップですね。レンズフードはこんな感じで四角い形のフードが付属していまして、これネジ式になってます。かなり硬いです。戻す時もかなり硬いので、うまく水平に戻ってるかな、戻ってるかな、戻ってますね。水平にするのは結構苦労します。このような感じでレンズもなかなかすごいレンズがついてまして、ズミルックスの F1.728mm のレンズがついてます。単焦点レンズです。このレンズのボケ具合が非常に良くて、もうねうっとりするぐらいな描写に見とれてしまっているという感じです。このレンズ自体も非常によくできていまして、やっぱりこの絞りリングはね必須ですよね。オートから 1.7 からこんな感じで16まで絞りリングがついてます。そしてギミック、これもねギミックすごいですよ。マクロモードにすることができます。このままでも30センチまで寄れます。それもなかなかすごいですよね。30センチまで寄れますので、結構寄ることができるんですけれども、さらに17センチまでマクロモードにすると寄ることができます。チャキーンとこんな感じで、見てくださいこのギミック、これはすごいですね。まあ、マクロ域になったら自動的に切り替わってくれるのがあのベストなんですけれども、やっぱりねこの切り替えるアナログ感っていうのはなかなか楽しいです。まあ不便っちゃ不便な点は、このマクロ域と標準域の狭間で撮影する場合はちょっとね、標準域だとピントが合わないし、マクロ域でちょっと離れるとまた合わなくなるので、このあたりのマニュアル感っていうのもなかなか楽しいです。そしてこのようにレバーがついてます。これ何かというと、マニュアルフォーカスするときに使うものです。今オートフォーカスになってますけれども、ここのレバーボタンを押して回しますと、ほらこんな感じで、これのトルク感もなかなか絶妙なトルク感でヌメーっと回りますので気持ちいい感じです。これマニュアルフォーカスすることができます。そしてまた戻すとカチッと戻るという感じですね。うん、このレンズも非常によくできている。単体ではこれは発売されていないレンズであるんですけれども、1.4 の 2.8 になるともうとんでもない値段するレンズだというふうに、言われてます。1.7 でズミルックスという名称ついているのもなかなか面白いですけれども、この 28mm のレンズというのは素晴らしいレンズかなというふうに思います。あと軍艦部見ていきましょう。これライカのねロゴがここに丸いねありますね。これ黒いテープで
隠している方も多くいらっしゃるかと思います。最近ではここにロゴが入るというような感じになってますので、なかなかロゴもねかっこいいですよね。うん、これはねこの赤マークついていることでやっぱりちょっとドヤ感が出るっていうのかな、そういうのがあるのかもしれません。私はあんま気にしてないですけれども、皆さんどうでしょうか。まあ詳しくない方だったら別にそんなの知らないよって感じかなというふうに思いますけどね。そしてこのボディの作りも非常に、ミニマムというかねシンプルでよくできているなというふうに感じます。重厚感ありますし、この表面のこのダイヤモンドのシボもね綺麗にできています。こんな感じでシンプルで無駄がない感じですね。ホールド感は、若干悪いですけども、まあ落としたもちろん落としたことないですし、この親指のくぼみがあることで、しっかりとね握れてはいますけれども、ちょっと今革の純正のこのケースを検討中です。ここにシャッター速度のダイヤルがあります。富士フィルムの X100V もこのようにねダイヤルした感じはあるんですけども、あれはもっとこっち側にもダイヤルありますし、よりメカチックな感じですけれども、今回この Q2 に関しては非常にシンプル、全モデルの Q よりもボタンが削減されているという感じです。まあ、この Q2 自体も発売されても1年以上経つかな、ですので、まあ、当初はかなりね入荷待ちというか、発売されてから予約が結構あって3ヶ月とか待つようなニュースになってましたけれども、もうそういった熱も冷めてほぼほぼもう忘れ去られてると言ったらあれかもしれないですけれども、持ってる方以外、まあ、欲しいと思ってる方以外に対しての、まあ、特別なニュースっていうのは、ないかなという感じです。ファームウェアがバージョン 2.0 に上がった動画で細かい設定ができるようになったっていうところが、まあちょっとした先日でも結構前ですね、あったかなっていうぐらいですね。あとはここ ISO 感度とか変えれるダイヤルがついてますので、ちょっとねこのダイヤルは親指から反れる場所にありますけれども、ちょっと持ちながらだとかなり危険なので、片手添えた状態で両手添えた状態でこう回す必要がありますね。ダイヤルボタン類こんな感じで非常にシンプルです。全モデルからボタン類もさらに減ってます。このように十字キーと真ん中の OK ボタンと、あとはここにプレート、ファンクションとメニューだけになってますね。そして重宝するのはここにちっこくあるクロップボタンです。これのちょうど紹介します。そしてファインダー EVF タイプのみになってます。ここ湿度調整、押すとこうダイヤルがポコッと出てきて回せるタイプになってます。誤動作防止されていますね。このあたりのギミックも面白いです。こんな感じで表面外観めちゃくちゃシンプルですね。もうバリバリファンクションカスタマイズボタンが前面にもサイドにも上にもあるような最新のデジカメとは、全く逆光というかですね、全然雰囲気が違うカメラとなっているのがお分かりいただけると思います。そして後ろ見ていきましょう。このような感じです。あ、でこれね防塵防滴になってまして、この Q2 から水に濡れても大丈夫です。ですので、まあ、そのあたりアウトドアで気にせずといってもね、それほどもうガンガン外で使いたくなる、雨の中じゃんじゃん使いたくなるというカメラでも個人的にはないかなと思いますけれども、やっぱり雨での魅力的なシーンっていうのも撮りたくはなりますよね。まあ、使い倒すっていうのもあるかもしれませんけれども、ある程度値段するものなのでやっぱり大事に扱いたいかなっていう気はあります。で、バッテリーなんですけれども、これがね面白いギミックでポンと出まして、下にやってもこれ落ちません。一回押し込むとラッチ外れまして、出てきます。こんな感じ。このバッテリーだけでなんとお値段2万円しますなかなかすごいですね。これはこんな感じで、でもこれはね純正使うしかありませんので、間違いなくねこれに互換品を使おうなんていうふうにはね思いませんけれども、純正品しか出ておりません。先代の Q はどうもシグマのが使えたようですね。そして、ここ SD カードです。スライドさせてパカッと開ける、このあたりの仕草もなかなかいいですね。
私はこのプログレードの 64GB、これを使ってますので、今、安くなりましたね、このプログレードも。よいしょ、こんな感じ。フルサイズ4730万画素ありますので、ローデータだと今84メガですね、84メガのデータ1枚になります。なのでかなり、この書き込み速度、容量っていうのはバカ食いするようなカメラです。で、実際のこのライカのメニュー見ていきましょう。かなりシンプルです。このようにパッと、ね、一覧で見える、まあ、富士フィルムでいうと旧モード的なものかながありまして、ここで静止画、動画、タッチパネルです。ちなみにこの画面はですので、フォーカスポイントもタッチで指定することができます。こんな感じのメニューになってます。 AF は AFS と AFC 選べますし、このように顔認識までできます。本当にね、最新の機能っていうのがある程度入ったモデルです。ビビット、ナチュラル、このあたりは少ないです。パラメータとしては非常に少ないですけれども、富士フィルムのフィルムシミュレーションのように多彩ではありませんが、もうね、ライカの持つこのスタンダードであったり白黒っていう表現、まああえてね、いじる必要ないかなというふうに思います。あとは速攻方式ですけれども、結構オーバー気味になるかなという、露出オーバー気味に出るかなというふうに思ってますので、若干アンダーに撮るのがいいのかなというふうに思います。で、ローデータ DNG フォーマットっていうのを使うと83メガか4メガのローデータが一緒に生成されるということになります。動画 4K30p まで動画撮影が可能です。こちらですね、こんな感じで 4K30p、 シネマ 4K24fps も撮れます。なので、まあ、このカメラで動画撮影、静止画撮影、結構バリバリこなすことができます。バッテリーの持ちはもう1本やっぱ欲しいかなっていうふうに思ってますけれども、今1本で、ね、使いまして、なんとか1日はね1本で撮れるような感じですね。動画メニューこんな感じです。でさらにメニューになりますと、このように、まあ、細かいメニューでつらつらつらと出てますけれども、まあそこまで大きくカスタマイズができるっていうような感じではないです、メインメニュー、まあ、ただ基本的なカメラで設定できるような項目っていうのは、オートのね上下限であったりドライブモードであったりっていうのは問題なく設定できますので、まあ、問題ないかなというふうに思います。で、連写ですけれども1秒で10コマの連写が可能です。ここの連写のモードですね、ここでコンティニュアス超高速にしますと、こんな感じで1秒に10コマの高速連写が可能ですので、このあたりのスペックも力を抜いてないなというふうに思います。基本的な、まあ、カメラデジカメ触れる方であれば、まあ、問題なくこの操作っていうのは慣れることができるのかなというふうに思います。プレイをして、ここのボタンを押しますとピントは合った場所に拡大されますし、このダイヤルでこのように拡大縮小もすることができますので、あとタッチパネル式ですので、このようにスワイプすることもできます。動画静止画の切り替えモードの方法としましては、メニューを押してここで静止画動画って切り替える方法もあるんですけれども、画面上をこんな感じでスワイプすると動画静止画と切り替えることができます。点を押すとこのようにタッチ式ですので、タッチのフォーカスポイント移動することができますので、このあたりタッチ操作を駆使した最先端のライカという仕組み、技術と昔ながらのこういったデザイン、レンズが融合されたような面白いねモデルになっているかと思います。ライカ M10 などのマニュアルモデルも非常に魅力的なんですけれども、やっぱりオートフォーカスに少しはね頼って現代チックに撮影していくっていうスタイル、こういった旧シリーズで提案というかね投げかけているのかなというふうに思います。そしてなんといっても特徴はこのクロップモードです。このね小さいボタンが大活躍のボタンなんですけれども、4730万画素の大画素高解像度を搭載していることによって、この 28mm の単焦点レンズでも
クロップをすることで28mm、35mm、50mm、75mm となんと4本分のレンズをね単焦点搭載しているかのごとく使うことができます。ちょっとトライしてみましょう。このように今ね画面表示されてますけれども、このボタンを押しますとこんな感じで枠が表示されます。これね普通のクロップですとこの画面全体にクロップされた結果が出るんですが、このライカはこのように枠が表示されます。これは昔ながらのファインダーの中にこう表示されるようなね仕組みを模倣しているんだと思いますけれども、これで 50mm、75mm ということで 28mm の画角の枠は残しながら、このトリミングされる部分の枠を表示するというなかなか面白い仕組みになっています。一方動画ですとこの枠自体が録画開始されるとこんな感じで画面戻るというか、枠のサイズに画面フィットする感じに動画はなりますけれども、静止画の場合はもうこのまま撮るというような感じの違いですね。動画の場合はクロップの枠に合わせてくれるのはなかなか嬉しい感じはいたします。でこのクロップで 75mm のクロップでもなかなか解像度的にはまだまだ使えるというね状態になっているということで、いかに4730万画素っていうのがすごいかということがわかるかと思います。ということで爆速のオートフォーカスというような機能でもないですし 4K60p が撮れるわけでもないので、本当最新のハイスペック機というような感じではないんですけれども、写真に必要な現在の新しめの技術も取り入れながら、こういったギミック搭載したアナログチックなレンズというようなうまいこと融合されているのかなというふうに思います。 4K60p までね必要とない方にとってはこの 4K30p で本当十分かなというふうに思います。 あと最後お伝えするの忘れてました。これ手ブレ補正搭載されてます。これもなかなかすごいですね。手ブレ補正搭載されていることで、写真ならず動画の安定性っていうのが増してまして、本当に安心して撮影できる機能になっているかと思います。こんな感じで光学式手ブレ補正オフオンオートということで、オートは低速シャッターになった時のみね効くというような感じの状態ですので、手ブレ補正が効いているっていうのも非常に、これをチョイスする一つの理由になるかなというふうに思います。でこの Q2 の情報があんまりなくてですね、手ブレ補正ってどんぐらい効くのっていうのがなかなか情報ないんですよね。調べてましたけれども、何段の手ブレ補正とか、特にどれぐらい効きがいいとかね、あんまり情報がないので、ちょっとこのあたりは要検証だなというふうに思ってますので、また別途動画を出したいかなというふうに思います。ライカ Q2 の手ブレ補正どんなもんかっていう感じですね。ちょっと需要があるか分かりませんけれども、もう少しメニュー細かいところであったり手ブレ補正度合いっていうのを、日々の Vlog カメラに、適しているかというと、それはそれで微妙ではありますけれども、本当にこの写真を撮りたいという気分にさせてくれるし、写真撮った後見返して非常に、心豊かになるという観点からすると、このなんかライカの Q2 って不思議な力を持っているなというふうに感じております。皆さんこのモデルに対してどのような印象を持たれたでしょうか。むちゃくちゃ写真が楽しくなるカメラだなっていうふうに私自身実感しておりますので、安易におすすめはできないですけれども、ぜひ興味のある方参考にいただければ幸いです。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。